これまでの授業は一斉授業が多かったので、分かる子には物足らなかったり、分からない子にとっては分からないまま授業が進むという個別最適化の取れていない授業が多かったです。今の課題を踏まえて、一人一人が子どもが主体となって、主語となって行う授業を心がけています。本校では全学年で子どもを主語にした授業、こういったものを作るために頑張っています。学校の職員という立場で見てみますと、1年生っていうのはやはり先生方が本当に手を尽くし、教える、一から教えるというやり方で学校生活が始まります。ただその中で子どもたちに今まで続いていた押し着せのといいますかね、教え込む授業、これをしていていいのかどうなのかというところですね。まずは担任が気づき始め、そして実際に始まったというのが本校の低学年授業の主語となる授業の始まりです。本校では最高学年の6年生の段階で自分自身で課題を決めて、その取り組み方も自己決定できるようになってほしいと考えています。そこに到達することを考えると、 1,2 年生といった低学年でもまずは自分から学びに行く姿勢を得たり、あとは自信を持って課題解決できるようになってほしいと、そういうふうに考えています。特定の科目だけじゃなくて、学年全体でいろいろな取り組みを進めているところです。学校が大事にしているポイントはご覧の通りです。一つの狙いとして、見通しを持たせるためにスプレッドシートを活用しています。タブの中に予定、目標を設置しています。予定は私が設定をしているのですが、授業の流れを示すことで見通しを持ってもらって、それを踏まえて目標において自分なりの目標を選択しています。目標はゼロから子どもが作るのではなく、私の方があらかじめ設定しておいた3つの方から選択をさせています。一人一人が自分の状況に応じた目標を設定することで、それを達成した後の自信にもつながりやすいと考えています。進捗状況を周りに知らせていることです。問題に取り組む中で、各問題ごとに終わった、困ってるよを選択させています。こうすることで、困っている子への支援を先生の私だけでなく、子どもたち自身で進められるようになっています。その結果、クラス全体での学びを深めることにつながっていると考えています。また先生よりも1年生の子ども同士の方が頭の思考のプロセスが似ているので、友達同士で教え合うことに大きな価値を感じています。スプレッドシートは振り返りの学習にも活用しております。タブの中に振り返りの欄を設けておりまして、授業の最初に設定した自分の目標等の振り返りをしています。振り返りは3段階で行っております。低学年の子どもたちは自分のことを客観的に見ることが苦手な子も多くいます。友達がどういうふうに自己評価しているのかを確認することによって、自分を客観的に見る力も高めております。振り返りの際に三角をつけた子どもに対しては、その子を次の授業で気にかけるようにしています。また教科によってはスプレッドシートそのものを評価に反映しています。自分一人で学習したのか、友達と協力したのか、発表したのか、できなかったのかなどの項目を追加しました。自分たちで決定させる自己決定の時間を増やしたことによって、子どもたちの自己肯定感が向上したように感じています。どんどん勉強したいなとか、そういう前向きな発言も増えています。そのことによって授業に対する満足度も高まっているのではないかなと個人的には感じています。また友達が困っていたら助けてあげたいっていう子どもも増えていまして、終わった、困ってるよというので、クラス全体の状況が分かることは授業のことでもそうですし、授業以外でも助けに行くっていう気持ちが増えていっていると、そう感じています。